ここまで行ったらまるまるショックに近いというか、もう悲壮感漂ってるけど買うよ。私はね。空っぽから、皆さんこんにちは。むちゃんこと経済アナリストの馬淵まりこです。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えします。馬淵さん。はい。さっき日経平均が、4万円割れたりとかして、不思議な動きしてるんですけど、ね。はい、そう、4万円ね、下落したり、また戻ったり。そうなんですよ。動いてますよね。はい、そこら辺、どういった理由で動いちゃってるのか、ちょっとご解説お願いします。わかりました。4月に入ってですね、年度の相場になったので、結構雰囲気がガラッと変わったんですよね。なので、なんか相場には相場付きがあって、まあ、節目節目ごとにガラッとこう変わるっていう雰囲気があるってこともお伝えしたいと思いますし、あと今日持ってきたこの1枚目のスライドにあるんですけれども、結構株価、値動きあります。で、1000円動くって普通の世界になってきてて、4万円台の時代に入ってきているので、3% 動いたら、いくら値幅が動いて、どこまで下がるのかとかいうのを全部持ってきたの一応。3% って普通に動きます。1日で。値幅は1200円出ますよね。3% だったら。じゃあ4万円から調整すると、3万8800円なんで、全然4万円割れます。そこら辺ぐらいまで下がったらやっぱ買われているというか、4万円割れた4月の3日なんか私も欲しいなって思ってたぐらいで、この時。やっぱり次の日戻ったのよね、4万円回復したので、調整したらみんな買うし、どんどん買いづらくなるというか、切り上がってきてて、そういう感じ。だから、なんかまだ悲壮感があるとかそういう話では全然ないです。5% 下落したら結構大きいです。これ2000円下げますんで、3万8000円まで下がりますと。そして 10% 下げると4000円下げてきて、3万6000円。まあ、ここまではあるんじゃないですか、今年どっかで。ああ、あるんですね。うん。買いますよ、私。指数は、絶対に。で、15% 下げてきたら6000円下げて3万4000円。20% 下げたら8000円で3万2000円。ここまで行ったら丸々ショックに近いというか、うん、もう悲壮感漂ってるけど買うよ。私はね。みたいな、4万円時代に入ったがゆえに、パーセンテージで見てほしいんですよ。何パー動いたのか。それで、そこまで下がるんだなっていうのを一応持っておくと、そんなに驚く必要性ないんですよね。パーセンテージで追っていって、うん、上がるかどうか。そう。定めていく。そう。なので、普通に 3% 下落して3万8000円なんかは普通のなんか範囲内っていうことです。もうちょっと前にね、カレンダーをご紹介したと思うんですけど、決算スケジュールをお示しした、日本とアメリカをお示しした決算のスケジュールなんですけど、結構これで相場付き変わりますっていうのを、このスライドを用いた動画では お伝えしたと思うんですよね。はい、つまり、4月から新年度が始まって、この4月5月に決算を発表してくる企業がめちゃくちゃ増えます。これによって、これまでなんかこう FRB とか中央銀行のなんかとかでこう動いてたものが、結構企業を中心とした値動きに変わっていきやすいんですよね。企業の決算が良かった悪かったとか。なので、やはりこの 4月に入ってガラッとこう、本当にいきなり4月から雰囲気が変わってきたような相場付きにはなってますよね。なんでこんな風にカレンダーを頭の中に入れておくってすごい大事なんで、4月5月に日本の決算発表があって、で、7月、8月、まあ、お盆の時期とかですかね。ここでまた日本の第一四半期の決算発表があって、で、10、11月に第二四半期、中間決算があって、で、来年の1月、2月に第三四半期と。こういうサイクルで動いているので、カレンダーを頭の中に入れておきましょう、っていうことです。ちなみに、どういったところにお金が入ってくるんですか？あ、そうですね。これ見ておきましょうか。業種33業種あるので、うん、これを一覧にまとめて、1週間ごとにまとめて私これ表にしたんですよ。めっちゃ見やすいです。あ、本当？ありがとうございます。そう、これ1ヶ月分なんですけど、これちょっと4月の1ヶ月まるまるなので、こっから、まだ終わってないので4月の1週目。来週から4月の1週間を加えて、見ていきたいんですけど、これ見ていくと、3月4日から3月8日の日経平均と為替と、その1週間で買われた銘柄を上から順番に書いてます。騰落率ですね。だから、3月4日の週だったら、工業とか銀行とか建設とかが強いですと。で次の週3月11日から15日になると日経平均書いてて、まあ石油とかが強かったなとか。3月18日は1位が輸送用機器。で3月25日最後の週は不動産が強かった。こんな風に一覧にすると、
こうどこにその時にお金が大きく入っていって、どこが抜けてってるのかとわかるので、銘柄を選定する、まあ、セクター投資の時にすごい役立つんですよね。これをこれからもちょっとやっていきたいと思います。大変ありがたいですね。うん、これを見ながら、この銘柄に投資するのかっていう判断していく。そうそうそう、判断していきます。これ見てなんか気づいたこととかありますか？なんか3月18日の週とかは、円安だと輸送機器が買われる感じなんですね。そう、いいご指摘。そうそう、だから、3月18日の週っていうのは、為替が151まで戻ってきたんですよ。で、3月11から15の週っていうのは、146円から149円だった。ちょっと円高だったんですよ。それがぐぐっと円安に戻って、って言ったんですよね。まあ日銀の発表とかも踏まえて動いたんですけど、そうすると単純に円安だと自動車業界いい感じなんで、いい感じなんで、そう、買われるみたいな。すごいわかりやすいですよね。わかりやすいです。なのでこれをちょっと4月に入っても更新していくと、多分ガラッとこの次の4月以降の1週目とかは、相場付きがまだ変わってくるので、それを用いて、銘柄選定の参考にしていくってことになります。で、続いてアメリカ見ていきたいんですけど、ダウなんですが、ダウに関しては今日は反発してるんですけど、この日に関してはポツッとこう落ちてますよね。はい。下落してます。で、調整してる感じなんですが、結局この移動平均線のところで止まって、そこで反発して上がっていってるということになります。アメリカをまあ見ていくときに大事なのが次のスライドにまとめた経済指標ですね。アメリカの物価、PCE コアデフレーターというのは物価です。物価がどれぐらい今高いのか。それから製造業とか非製造業の方々の景気の感覚、まあ、景気がいいと思ってるかどうか。それから雇用。これもうこの3つもこれすごい大事なんで、これを持ってきました。これ見ると、物価、3月29日の PCE のコアのデータに関しては変わらず。よかったと。全然、動きなかったなと。スルーです。で、次。ISM の製造業は、結果が 50.3 という数字が出てて。上がってますね。そう。これね、久しぶりなんですよ。あ、そうなんですか？うん。50を割れてると、景気が良くない。50を上回ると景気がいい。ずっと割れてたんだけども、久方ぶりにですね、50を超えてきたんで、あー、なんか製造業強いな、みたいな。景気が良くなってきた。そうそうそう。っていう感じです。4月3日の日に、非製造業の方の、サービス業を含めた非製造業の方の数字が出たんですが、これは、結果が 51.4。予想よりも、そして前回よりも悪かったと。下がってますね。そう。ここをどう解釈するかっていうのはすごい問題なんですけど。悪いんじゃないですかね。そう、悪いよね。悪いんだけど、今回のこの発表に関しては、非製造業の数字が悪かった。じゃあ、アメリカって、このままどんどん金利が高い状態難しいよね。やっぱり利下げしないときついんじゃない？利下げ早くした方がいいんじゃない？あ、じゃあ株高だよねっていう風に取ったんですよね。でも、いつもこうなるとはわからないんですけれども、悪い数字が出て、利下げを織り込んで株高になるっていうのがちょっと今そういう動きになっています。これはもういつも必ずしも教科書通りにこう動きますっていうわけじゃなくて、毎回解説しないといけない。そういう感じです。プラス、この週末にこの動画、もうちょっと更新した時には発表されてると思うんですけど、4月5日の日に一番大事な雇用統計っていうのが出るんですよね。アメリカの雇用が今どういう状況が強いか弱いかで、またそのアメリカの金利をどうするかっていうのが決まってくるんですけど、それがまだ出てません。だけど前哨戦という ADP と言われているものが、この雇用統計の前哨戦のとして出てくるんですよ。それは、強い数字が出てきてる。雇用はそんなに悪くないと。こんな感じなので、まあ、アメリカの今の議論としては、今 5.5 の金利があって、いずれ利下げしないといけないわけじゃないですか。5.5 って高すぎますよね。うん、だけど、はい、物価もちょっと高めだし、インフレもまだ続いているし、雇用も強いし、どうしようみたいな。だけど、いずれこう、まあ 3% の方向に向かって下げていかないといけないんですよ、金利を。はい、じゃあ、それいつやるのか、そして年内やるのかどうかっていう話になってるんですけど、今、大方の方の意見としては年3回。3回。年、初め7回やるって言ってたんですよ。7回も多いですよね。それちょっとどうやってやるんだろうみたいな。毎回やるんかいみたいな。で、まあ3回派が主流。だけど、1回の人もいます。っていうふうに分かれてるし、やらないっていう人もいたりするんだけど、まあまあ、年3回なんで、この後、この、まあ、6月ぐらいですかね。6月ぐらいにアメリカが利下げに動くんじゃないんですかねっていうのが、今のところの、まあ、大方の見方。まあ、変更があればまた言います。なんで、利下げ動向によって株が高くなるっていうのはもう変わりないので、これを引き続きウォッチしていきましょう。はい。で、最後、大事な日本のデータが4月1日に出ました。日銀短観。そう。これ海外だと短観って言われてめちゃめちゃ
大事な指標っぽいですね。単管で伝わるぐらい大事なので、見ていきたいんですけど、日銀単管と日銀さんが日本全国の大企業、中小企業、中小零細含めて経営者の方々に、どうですか、景気いいですか、人手足りてますか、皆さん為替をどれぐらいに見積もって売上利益の予想出していますかとか、なんかいろんなアンケート出してるのを取ってくださってるんですね。それをまとめたものが出てくるので、日銀単管ってめっちゃ大事だって言うんです。で、見ていきますと、大企業の DI というものですね。これ、景気が良いと答えた企業から悪いと答えた企業を引き算して出てきた答えでなんですが、製造業はプラス11なんで、まあ、いいと答えてる方が多いと。だけど、前回よりも、なんか、鈍化してますよね。下がってますね。そう。ニュースとかでは、日銀短観、大企業悪かったっていうリードが出ちゃうんですけど、これはトヨタさんとかの製造が止まったりとか、自動車産業のところの製造ストップとかがあったんで、表面的に出てる数字よりも、もうちょっといいというか、実態のベースとしてはそんなに悪くないというふうに解釈できるので、心配ございませんということです。で、非製造業、サービス業は強い。そうですね。34。これはね、もう完全にインバウンドですね。あ、海外から結構。そう、来てるので、非製造業のところは、サービス業は非常にこう強い数字が確認できていますと。で、そして問題なのが、雇用人員判断 DI。これまあ、人手不足かどうかというのは聞いてます。人手足りてますか？不足してますか？三角、黒三角なんで、マイナス。マイナス36。足りてません。製造業も非製造業も足りてません。まあもう人手不足が大鮮明っていうか、すごい。ことなんで、これはやっぱり賃上げして人を集めないと、もうどんどん人が集まらないような状況になってますってことが出てきているという、こういったことになります。そうすると賃上げする企業に注目、ね。そうです、そうです。やっぱ賃上げするところに人が集まっていて、優秀な人材も集まっていくので、そこが成長力を持っていくということになりそうなので、このあたりもやっぱりすごく大事な数字になってきます。であと、為替レート、2024年度ね、どう見ているかっていうと、141円で考えている企業が多いと。今だと10円ぐらい下がってますね。10円も下がめちゃめちゃブレ幅がありますけどね。なんで、ここから株のアナリストのがやることっていうのは、製造業の方々、こんなに下に見積もってるんだったら、上振れるんじゃないの？つまり、円安だったら、結果、業績の着地良くなるんで、151じゃないですか。まあ、145まで下がってくるかもしれないけど、それでも高いし、もしかしたら、152って、為替介入の水準なんですけど、為替介入、果たしてできるのかなみたいな議論に今なってて、下手したら150に抜けていくかもしれないんですよ。ってなった時に、製造業の方々の業績は上振れます。じゃあ、強いね、株、みたいな。そんなことを今から予想してるって感じ。で、あとは、設備投資がすごく大事なんですけど、設備投資っていうのは、パソコンを買ったり、工場を作ったりとか、いろんな、あと脱炭素に向けた、なんか CO2 を意識した壁にしようとかさ、なんかそういう取り組みあるんですよ。なんで脱炭素を意識した設備投資にお金使うと補助金出たりするんで。SDGs? そうそうそう、SDGs 的な。はい、やつなんで、あとなんかこういう上の電気とかも省エネの電球に変えようとかさ、全部設備投資なんですけど、そういうことをやっぱ積極的にやっていくということなんで、見ていただくと、23年度、まだ確定してないんですけど、製造業 14.5 上ね、全規模、全産業の一番下の欄は 10.7 と、結構強い数字出てきてます。じゃ前向きに考えてるってことですね。そう。かなり設備投資意欲的なので、特にこの23年度の見込みの全規模全産業の 10.7 っていうのは、この10年間では2番目の水準の高さぐらい結構意欲的に設備投資を考えているようです。次の24年度の見通しも出てるんですよ。同時に出て。なので、こっからの1年間、4月から始まった24年度をどう考えてるかっていうと、少々ちょっとなんか前よりは見劣りするというか。落ち着いてますね。そう。ただここは調査をこれからどんどんしていくので、情報修正されていく可能性はありますけども、まあ24年度の見通しも出てきているということになります。なので、特にこの2024年度の全規模全産業の 3.3 っていう数字出てきてますよね、これ。大体、この3月にした調査、日銀さんがいつも3月にする調査の段階では、ほとんどこう、24年度の数字って固まってないことが多いので、前年を割り込むようなことが結構多い中で、まあ 3.3 っていう数字が出てきているということなんで、まあこれもそんなに悪くなさそうだって感じです。あとソフトウェアね、まさにパソコンとかの投資になりますけど、これも見ていただくと、ソフトウェアの投資額が全規模全産業のところが 11.0 なんで、2023年の見込みもまあまあ強いと。
ということなんで、まあ、オンラインをどんどん導入していこうとか、人手不足に対応して IT 化していこうとか、そのあたりは意欲的だなっていうことが確認できるので、設備投資も見ますということなので、日本の経済、まあ、そんなに悪くない。人手不足が一番かなり問題だ。賃上げも問題だ。そんな感じで見ることができます。次の資金短観が発表されたときまだ数字かかっているときもある。あ、もちろん変わっていくので、ここは毎回追わないといけないので、これがすぐに株価に反映されるわけじゃないんだけど、やっぱ悪い数字が出てくると、後々日本経済、それから株価の全体の指数とかにも影響出てくるので、先読みするためにこういう指数をちょっと見ておいて、変わりないのか、まあまあ堅調なのかとか、そういうことを常にこう気を張って見ておく必要がある。投資家にとっては本当めちゃめちゃ大事な。大事です、大事です。ということになります、はい。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。Twitter、Instagram でも今日お話ししている YouTube の内容を投稿してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。